平野紫耀が、グルーナイ、3年ぶり出演で黒歴史明かす、気づいたら日テレを裸しで。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。男性アイドルグループ、キングプリンスの平野紫耀が日本テレビ系バラエティ番組、グルグルナインティナインに3年ぶりに出演。自身の黒歴史について語った、同番組の人気コーナー、 ゴチバトルに出演した平野は、食事の際にいつも口いっぱいにして食べる理由として、老後のために喉を開かせるためと答え、出演者を驚かせた。事務所の先輩でアイドルグループ、ニュースの増田隆久が、僕は、平野が一番尊敬している先輩、トムネオハルも、平野は即座に、いや、違います。すごい気まずいな。一番仲がいいのはメンバーと反論した。金プリのメンバー。 高橋海斗の20歳の誕生日を祝った時に、初めてテキーラを飲んだという平野は、友から生放送があるが、盛大にやろうということで、人生で初めてテキーラを飲んだ。マネジャーに4時半にバーに迎えに来てもらい気づいたら日テレを裸足で歩いてたと黒歴史を明かした。花粉症だという平野は、鼻を噛む時に、丸めて捨てちゃうのがもったいないので、出前で余った汁を捨てるときに、使用済みティッシュに吸わせて、 再利用していると告白。お笑いコンビ、見取り図を森山慎太郎は、芸能人で一番 SDGs かもしれないと驚きつつ、絶賛していた。トースポウェブ、平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。